はい皆さんこんにちは柳下と申します。本日はですね日テレ系水曜日の新ドラマうちの娘は彼氏はできないの第1話についてのお話をしていければと思っております。あのですねまあ、正直言ってこのドラマですねまあ、タイトルで若干プチエンジをしたこともあってまあ、不安半分で見たんですけれども非常にですね第1話からあの面白く、えー、鑑賞させていただきました。まあ、ですので、まあ、このドラマもちろんですねその その、もうタイトルの時点でプチエンジしちゃったこともあって、あの、最初から結構こう、批判的な目線でご覧になられた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私としてはですね、基本的に好意的に思っておりますので、えー、好意的な話というか、私のこの話を聞いた後に改めてドラマを戻、に戻っていただけると、よりドラマが、えー、面白く感じると、そこをですね、えっ、ー、と、ゴールとして本日もお話しできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、本日全部で6つお話しさせていただければと思っておりまして、まあ、今ちょっとお話ししちゃったんですけれども、感想を話した 後にちょっとドラマの構図を整理しますで、まあ、バディドラマでありながら VS ドラマっていう構図が面白いなと思ったのでその話をさせていただいてあとですね、まあ、最初に申し上げたそのちょっとプチエンジンをしたこともありますので、まあ、彼氏を作るというその要素についての賛否について私なりの、えー、見解をお話しさせていただきますでですね、まあ、このドラマ創作と実体験の葛藤というかその融合って話が、えー、描かれていくと思いますの、ね、でその辺の、えー、と紐解ときをして来週どう,のどうなるのという話で終わりとさせていただければと思っております ではですね、まず最初に第一話を見た率直な感想なんですけれども、まあ冒頭で申し上げた通りに、まずはですね、まあ、結構不安視していた部分はあったんですけれども、普通に楽しめました。だから逆に言うと、これはね、失礼な言い方かもしれないけれども、まあ非常にこう、なんて言うんだろう、ハードルを下げてみたところもあって、全然普通に面白いじゃんっていうふうに思いました。だからこれ逆にハードル普通に設定してみたとしても別に、えー、楽しめる。 要素ではあったかなというふうに思うんですけども一応そういうような感想でございますで、あとですねやっぱり菅野美穂さんの演技っていうのはですね すごいです、ね、やっぱ一生見てられるってぐらいの、あのー、素晴らしさというかなんか引き込まれる演技っていうのがありますよねだからそこはなんか良かったと思いますしあと浜辺美波さんの陰キャもですねこれが絶妙にハマっているそのキャスティングで彼氏ができないそのオタク女子の役が浜辺美波さんって出た時に浜辺美波で彼氏ができないとか男が言い寄ってこないなんてのはおかしいだろうみたいなんですね意見ありましたけれどもあの別にその辺ってビジュアルのあのね俗に ビジュアル良し悪しだけじゃなくても別に美人な方でもオタクはいるしブスってたりしてるかもしれないけどだけどもあのノリの良くてモテる方もいるじゃないですかだから見た目っていうのは別にもうそういう時代じゃないでしょ今だからそれは別にいいんじゃないかなと思ってました私はそういう風うに思っていたけれどもプラスしてまあ見てみたら全くその辺も思った通りというかうんあの期待通りの陰キャラ感がですね出ていてこれは演技力含めてだと思うんですけれども良かったなというふうに思いました。 でですね、まあ、このあと人物相関図紐解いていきますけれどもこの2人主人公の2人以外の周囲の男女さまざまな男女若い人からまあおじさん世代までいますけれどもその辺もですね非常にハマっていて、まあ、いかようにでもこの2人と絡ませることができそうなので。 なんか、もう、こことここが絶対くっつくかくっつかないかの話なんだろうなの、その先を絶対に描いてくれそうなので、その辺も楽しかったなというふうに思いました。であとはですね、まあ、お仕事ドラマというか、その、菅野美穂さん演じる主人公の葵が、えっと、まあ、恋愛小説家なんですよね。なので、それでまあ、ちょっと今ですね、スランプに陥ってる部分があるので、まあ、そういった創作の難しさというか、お仕事で、 あの改めて活躍していこうっていう部分とかもですね描かれていくんじゃないかなと思うのでその辺は、えー、次回号が楽しみだなというふうに思いました。 でですねちょっとドラマの構図を整理できればと思うんですけれども、あの最近のこのドラマの人物相関図ってあの、まあ、モバイルでご覧になれる方が多いっていうのだと思うんですけどこう縦、縦長が多いんで、これだけ見るとちょっとあの見にくいので、ちょっと横にこう分けて展開しますね。これ、これで見にくいかもしれないですけど、まあ、主人公2人がいて、一応人物相関図上はその下にこういるのが、一応空側に関しては、ヒカルですね。岡田健二さん演じるヒカルがいて、で、えっ、ー、と、青い側に関しては、まあ、編集の えと出版社の編集担当者の、えー、立場の漱石がいるというような形になっていますだからここが一応こう一番近いところに表示されている、まあ、全体図で見るとここに表示されているのでそしてやっぱちょっとこの2人っていうのはあのーまあ、この2人と非常に密に絡んでくる、えー、主要登場人物なんだろうなってことが分かりますでその間にいるのが要はゴンちゃんでして、まあ、たい焼き屋で、まあ、2人揃って えっとまあ、頼っているというような形になりますで,でそのお父さんが 中村さん演じる、えー、俊一郎で、あとそこで働いてる健太という人間がいるという感じですね。で、こっちの大学側で行くと、まあ、同じゼミということですけれども、ヒカル以外に、まあ、直樹愛理がいて、あとヒカルの、えー、と家庭教師だったという設定のようなんですけど、元家庭教師でこの美馬という吉谷彩子さん演じる、えー、キャラクターがいて、まあ、実際あの家に行って泊まってくみたいな感じだったので、まあ、ちょっと,、えー、とそれなりの関係性があるのかなっていうのが分かりました。 あとは、えっと、出版社側ですね。出版社側は、えっとま、編集長は小西編集長と有田さんめっちゃハマってましたけれども、がいて、あとこの沙織っていうのがですね、福、えっとま、原遥さん演じてますけれども、ま、恋人という形になっていますで。あとはその外側で、一応第1話の時点では、ま、2人揃って、ま、ときめいたというところが、この生態師の渡るですね。渡るでいいのかな、読み方、ま、週一ですね、えー、になります。 なんですけれどもなのでこれいろいろなその捉え方ができると思っていてまずですねこの空と青い この二人が今第1話の時点では、ま、ほぼほぼ共通してこの周一のことが、え好きになっていますよね。ま、ときめいた、で、ま、優しくしてもらったって形で、今共通の VS 構図にいますけれども、ま、多分、あの、この周一を二人で取り合うっていうような展開にはならないと思います。あの、それが全体の話ではないと思います。それはね、もうこの人物相関図見てもらって外側にいるので、ね、彼を取り合うんだったらここに置くでしょ、絶対。だけども、 人物相関図がここにいるってことを考えると、まあ、来週はなんか、あのー、あらすじを見ると、まあ、2人揃って好きになってるとかときめいてるみたいなこと書いてありましたけれどもまず1つ目の構図としては、まあ、この三角関係という構図があります。で他に次に空ですけれども、まあ、空と多分光っていうのが人物相関図見ても近いのでこの2人が まあ、来週ぐらいは打ち解けるようなんですよね。まあ、ちょっとあ,あとであるじを言いますけど、打ち解けるようなので、ここの2人が果たしてどういう関係で話が進んでいくのかっていうのが気になります。と同時に、ミ、ま、ワ、あ、と,、えー、と光、この2人がその、まあ、何やら関係があってって書いてあるので、まあ、どういう関係なのかなってところは、えー、気になります、まあ。密かに関係を持つ年上女性が、えー、いるものの、本気の声はめんどくさいとも思っているって形なので、まあ、 あの俗に言うセ,セフレって言ったら失礼かもしれないですけれども、まあ、まあまあまあなんかそういう、まあ、あの本気の恋愛の関係ではないんだろうなということが、えー、分かりますけれどもまあ吉谷綾子さんレベルのね素晴らしい女優さんをキャスティングしてきているってことを考えるとここがこう三角関係的な感じになることも考えられるのかなというふうに思いますねはい。 で、次に、青井側ですけれども、青井側はやっぱりですね、立花と何かありそうですよね。何かありそうなので、ここでまあどうなのかなってところ、今後ありますけれども、でも立花には同じ職場のにですね、まあストーカーのように会社に入ってきたわけですけれども、まあ沙織がいるので、 ここはここでこういう三角関係になり得るかなというふうに思います。で、まあ、ここに書いてある通り、沙織がストーカーのように漱石の行動を追跡している。で漱石と葵の関係に嫉妬するあまりっていうふうに書いてあるので、それを考えると、やっぱり、こことここがすごくいい感じにならなくても、一方的に解釈して、なんか、人波乱を起こしそうな感じっていうのはあるなというふうに思いますね。はい。 でですねじゃあこの三角関係の話で終わるかっていうとどうも私はですねこのゴンちゃんが気になるんですよねまあ沢村さんね素晴らしいというか主演を張れる沢村さんをこの位置に配置してきてるからまあ主要登場人物でしょ普通に考えてなのでそれを考えるとここが こういう展開もありそうだけどもこういう展開もありそうだなってところは気になりますね。で、じゃあ、葵が果たしてゴンちゃんなのか、立花なのか、はたまた最初のこの週1なのかってところはですね、非常に気になる部分ではあります。であと,は、まあと,えー、と、人物相関図を見てみると、 まあ他にもこのナオキであるとかアイリーっていうまあゼミ仲間ですけどもまあヒカルを取り、ヒコのが好きなんですね多分アイリっていうのは。なんでこの辺も気になりますし、あとまあアルバイトのケンタっていうのも気になりますよね。なので、まあまだまだ、どことどこがどうくっつくのかとか、どことどこを結託するのか、もしくはうまくいかないのかっていうのは、えわかりにくいですけれども、まあなんとなくこの二人が主人公ですけれども、キーになるのは、 サオリとミワかなといいう,うに思いますねなので空側はミワが立ちはだかって青い側は沙織、えー、が立ちはだかりますが人物相関図を見るとこの2人の立ち位置っていうのがこう外側じゃないですか美和なのでその辺が果たしてどうなるのかっていうのは、えー、まだまだ分からないですけれども。 非常に気になる部分ですね。まあ皆さんはハマり役でしたよね。有田さんの編集長が超ハマりますけれども、非常にえと楽しいキャスティングで、まだまだどうなるかわからないところも見ものだなという感じですね。はい でですね、このドラマはバディドラマでありながら VS ドラマだなというふうに思っていて、まず VS ドラマの構図ですね。まあ第一話の時点だと結局家計の管理を空がしていたわけですけれども、まあそこでこう言い,い争いになって、都落ちで十条って話はちょっと <laughs>、十条住んでる人からしたら失礼なと思うかもしれないですけれども、まあまあまあ、ね、あの、麻布の一等地からだったらもちろん、あの、ちょ,ちょっと離れますので、あれですけれども、まあ東十条に引っ越そうって話でまあ言い合いしたりとかで、そういった VS 構図がありますよね。で、で、その、第、 今は一応その週一を2人揃ってときめいているのでそういった意味での VS 構図っていうのもありますのでそういった VS ドラマの部分がありますだけれども実際今回このタイトルうちの娘は彼氏ができないってこれ絶対あれですよねこの主人公の小説家の出す多分最終回で出版する小説のタイトルが絶対うちの娘は彼氏ができないだと思うんですよ私はなので、まあ、それのきっかけが結局この第1話の最後で私恋愛するからって形で言ったので なのでまあその辺は VS でありながら2人で歩んでいいものをお母さんが作ってねっていう絆もちゃんとあるのでその辺はバランスがよく VS とバディが。えー 両方とともたたドラマにはななっていたなと思い思ますあと、象印ね。今日、ちょっと板書には何も言ってないですけども、あの象印のマークが子供の頃から落ち着くってエピソード出てきましたけれども、ネットでも話題になってたんですけれども、あの魔法瓶の象印あるじゃないですか。でもそっくりだったじゃないですか、僕が。だけれども、象印スポンサーに入ってないらしいんですよね。なので、なんでああいうふうにしたんだろうっていうのは、全然好意的な意味ですけども、気になる部分ではあります。はい。でですね、彼氏を作る要素の賛否ですね。まあ、いろいろなご意見がありますね。まあ、まあ、先,ほど先ほどお話しした、 えっと、要は浜辺美奈さんレベルの美人の方が彼氏ができないっていうのは無理があるだろうっていう意見がありましたけれども美人でもオタクの方はいるし、オタクでモテない方はいますよ。性格悪くてもモテない方もいますよ。いますし、で言葉悪いですけどもじゃあビジュアル的に俗に言うブスだと言われている方であってもで、ノリが良かったりキャラクターが良かったりもしくはすごく優しかったり人思いだったりって素敵な方たくさんいるじゃないですか。私はそういう人をたくさん見てきたよ。どうでもいいかそんな話。<laughs> な なので、あのそこまでですね別に議論する部分ではないのかなというふうに個人的には思ってます。まどうでもいいというふうに思ってます、ね。で一方で確かにちゃんと議論をしなきゃいけないなっていう。 のもあってそれも何かというと、まあ、このドラマのタイトルがうちの娘は彼氏ができないじゃないですか。で今はそのジェンダー的にもそのマ,イの、あのー、マイノリティとかじゃなくてこう割と多様性の時代じゃないですか。別にそのだから同性愛者の方がマイノリティっていうのもむしろ違うと私は思ってるんですけども、だって本当にマイノリティかどうかなんて分かんないじゃないですか。なので、社会的にね、あのー、異性を好きか同性が好きかっていうので、まあ、社会的に結婚が認められているのは異性間結婚なので、もちろんそっちが。 それによってマジョリティ化していて、それに対して性的マイノリティって言葉で言われることはありますけれども、本当にそうなのってのはからないわけなので、別にそこのところは、えっ、ー、と、まずマイノリティじゃないなって私は思うんですよ。だから逆に言うと私の周りにもね、あの、同性愛の、えっ、ー、と、男性の友達でも女性の友達でも同性愛の方もいますし、トランスジェンダーの方も、えっ、ー、と、いますので、 全然割とそこは私は普通なんですけども昔からいましたよ大学生の時から、えっと、いましたので全然そこに関してはえ普通にいるなっていう感じなんですけれどもでそこで結局そのうちの娘は彼氏ができないなので女性が男性を好きっていうのをそもそものそのレッテルとして貼っているのが許せないっていうご意見があったんですねでそこに関してはその方の言い分は非常によくわかると同時に 多分その方がお怒りになるっていうのは自分は女性だけど女性が好きもしくは男性だけど男性が好きだから一方的なその異性が好きだっていうのを使わないが欲しいって多分思われてると思うんですよなんですけれども同時に別に別個人が 同性を好きになるのも自由だけれども異性を好きになるのも別に自由じゃないですか自由ですしあとはテレビドラマという、まあ、大衆多くの方が見る、まあ、視聴率今回11%を超えていたのでだいたい1000万人以上の方がご覧になってタイムシフトを含めると1500万人から2000万人ぐらいの方が、えー、とこのドラマをまあご視聴になられるということを考えると ま別にそこは男女の恋愛を描いてもいいのかなと思います。だそこのところで配慮がちゃんと効いているのが例えば逃げるは恥だが役に立つでこれはですねえっ、ー、と男性同士の恋人が普通にあの4年前のレギュラーの時から、えー、話が ゲイの話出ていましたした今回の、えー、とお正月に放送されたドラマでは、えー、と女性要は、えー、とゆりちゃんのことが好きな、えー、幼なじみが出てきた女性が好きな女性で今女性のパートナーと暮らしているという話が出てきたりとかそういうのが自然と描かれているので確かにそこまでちゃんと配慮されていれば男女の恋愛を、えー、描いたとしても、まあ、そこまで大きなそのジェンダー的な部分に関しては文句は言われないんだろうなと思うんでそこの配慮は確かにあったら文句は言われなかっただろう だとは思うんですけれども、非常にキャッチーなタイトルなのは、おそらくこれは先ほど私が申し上げた通り、小説家である菅野美穂さん演じる、 青いの新しい小説のタイトルがうちの娘は彼氏ができないであると。と同時に、まあ、彼女は多分普通に男性が好きな女性なので、まあ、それをタイトルに使ったというのがえ真意だと思います。もちろん、まあ、こういうジェンダー的に様々なことが議論される時代ではありますので、そういったところまでフォローアップが脚本の中でされていたらより良しだと思いますけれども、その辺はまあ、 意見を言うのも自由。だけれども、このドラマがこ,のこういうタイトルでまああの放送されるのも自由だという形でございます。ただし、そういったところまで、こういった議論、炎上が起きるところまでですね、事前に考えられていれば、もうちょっと何かしらのフォローアップはできたんじゃないかなというふうに思うのは正直なところでございます、は。い で創作と実体験の葛藤ですね。これはつまり、まあ、彼女はその一時期大ブーム、ベストセラーを連発した恋愛小説家だけれども、今、まああの泣かず飛ばずというような形になっているわけですよね。わかるんですよ、これですね。私が、まあ、YouTube は今駆け出しでね、あの本当にありがたいことにこう、じわ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 このあの登録者増えているのは本当にありがたいんですけれども、私自身はもともと、今あの、本職は映画メディアの編集長をやっているんですけれども、 その前は個人のブロガーでフリーナスで働いてたんですね。なんですけれども、やっぱりブログをやっていて、書ける時と書けない時ってあるんですよ。でそれって別になんか、なんだろうな、わかんないんですよね、理由が。で、私映画のブロガーだったんで、映画のね、レビューを書いたりするんですけれども、すごい大ヒットの映画だったら多く読まれるのになんかある日突然うまく書けなかったりとか、うまく書けたと思ったのに全然アクセスがなかったりとか。 それで別に SEO がどうとかウェブマーケティング的なスキルがうんぬんとか Google のアルゴリズムが変わったとかそういう理由じゃなくて何かうまく書けないなでも何かが分からないっていう時期あるんですよそういったスランプを私も結構、ね、あの個人レベルでも経験してきているのでそういった部分が結局その自分自身の恋と娘の恋が今後話として展開されていく中においてどうつまり日常が 自分のスランプを仕事のスランプを作ってくれるっていう展開が絶対描かれていくと思うのでそういったところはですね今、まあ、特にこれコロナ禍で、まあ、もやもやされてる方たくさんいらっしゃると思いますよ仕事うまくいかないとかで特にその中で創作で今うまくいかないって方とかもちょっとコロナでね頭がやもやもやして病んでしまっていたりとか方に関してはこのドラマがそういったその何て言うんだろう 仕事をするために仕事の原因分析してそのスランプを打却しようとするんじゃなくて仕事じゃないプライベートの部分で刺激を受けて心がより広く視野がより広くなることによってスランプがえ終わると。 スランプを克服できるというた話がですね、多分描かれていくと思うんで、そこは非常にですね、私も、まあ基本私今編集の仕事が多くて、創作の仕事はあんまりないですけれども、ま一応創作一時期やっていたのと、あと今後もちょっと創作系の仕事、あの具体的にどうこうっていうのはまだ申し訳ないですけども、ちょっとですね、あの、控えて、打診されていた部分とかある,あるのであ、ちっちゃいレベルですよ、ちっちゃいレベルですけども、ちょっとありますので、ちょっとそういったところもですね、このドラマから、えー、刺激を私自身が受けることができたらいいなと思っている次第でございます。はい。 という感じでですね、非常に第一、あまあ、そういった意味でその結局彼氏を作る要素に関しては賛否両方ご意見あって、えー、叱るべきだと思いますし、まあ、ドラマ側はそれを織り込んだ上でもろもろもうちょっと配慮できたらよかったのかなというふうに思う部分ありますけれども、まあ、ドラマとしては非常に楽しむことができましたで第二話のあらすじが出ていたのでちょっと読み上げてみます文章が多かったので、えー、と確か3枚に分けたと思いますちょっと読み上げてみます、えー、同じ相手とは知らずに整体師の、えー、と渡るを好きになってしまった葵と空やっぱりだから2人そって好きになってるんですね久々の 恋するる気持ちに浮かれる葵は新作の恋愛小説に役立てるという名目のもと気合を入れて生態院へ一方出版社では40代の女性は生態師に恋をするという <laughs> 葵の陳腐な企画を聞いた編集長小西が首をかしげていたそんな中担当の漱石は人知れず葵のことを気にかけているのだが点々点と。 大学では空がゼミ中に落役していたイラストを見た光が、光は、えと、小型健治さんですねえ。大事な話があると空を呼び止める。前回の飲み会以来、気まずい関係の光に身構える空だが、喫茶店に空を誘い出した光は、まさかのカミングアウト。なんと、自分は大学デビューで人気のブランディングに成功、人気者のブランディングに成功した隠れ二次元オタクだと打ち明ける。さらに光はある突拍子もない提案を空に持ちかけると。 家に帰った空は早速興奮気味に青いに報告。しかし、ひょんなことから話がこじれ、言い合いに発展してしまう。お互い思いつつ、母と娘は素直になれず。頭を冷やそうと、家を飛び出した空は、立ち寄ったカフェで偶然、渡るに再会する。渡るが生態ですね。 を取り付けることに成功する空そして同じ時空を探していた葵はカフェの外から親しげに話す空と渡るのツーショットを見かけ衝撃を受けていたその夜葵はえー、と、小田屋のゴンちゃんと周一郎の元へ動き出した空の不器用な声に葵は意外な心配をしていたという形なので来週はまあ、葵が結局えー、と、光ると 渡る週一渡るでいいんですかねこれ、名字の読み方。もう二人のさ、果たしてどっちと、えー、うまくいくのかってところは非常に気になる部分ですね。でも多分、光るじゃないかなと思いますけどね。だから2話は週一だけれども、3話以降はやっぱりでも光るに近づいていくのかなと個人的には思うんですけれども、まあ、果たしてどうなるのかっていうのは気になりますね。はい。という感じで、えー、以上になります。本当になので、うん。えっ、ー、と、いろいろと多分ドラマとしても言われるものだとは思いますけれども、 楽しいドラマでございましたので、えっ、ー、と、引き続きですね、えー、私も来週以降も、えー、考察で扱っていければと思っております。もしよろしければ来週以降もお付き合いください。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。